どうも中村和義です。中村和義デビュー25周年記念ということで、金字塔前夜幻のデビューアルバム発掘プロジェクト MTP ザ MTP ですね、対談シリーズ第5弾、なんと早いものでも最終回となってしまいましたね。そして今日はね、100スタから生配信、僕の自宅ですね。最終回のゲストは、こちらの方です。あ、高野博士です。いやありがとうございます、久しぶり、久しぶりです。こんな寒い中すいません、もうまださっきちらっと出てきたその1曲しか聴かせてもらってないんだけど、すごいよね。いやありがとうございます。中高生でしょ。そうなんですよ、うん、いやなんかさっき中村和義の初期衝動って書いてあったけどさ、はいはいはい、僕はもうファーストアルバムに十分初期衝動を感じまくってたんだけど、その初期衝動があったんだね。そうなんですよ。だから挫折なんですよね。これでデビューできなくて、まあ、金字塔に行く前にルーツ あのビートルズに戻ってやるっていう、だからこういう MDP みたいなものがもう全部こう瓦礫になっちゃって、それをこうその思いをこうなんか一個ずつまた集めて、なんかリサイクルじゃないですけど、やったのが金字塔だった。いや僕がデビューした時はまだ平成成り立てぐらいの時で、宅録っていう概念が分かってもらえなかったのね。そうですよ。今でこそ宅録、ああなるほどってみんなすぐイメージしてくれるじゃないですか、はいはいはい、でずっとその普通のシンガーソングライターとはちょっと違うんだけどなっていう、こうもやもやした気持ちをね抱えながら何年かデビューして活動してたんだけど、中村くんが登場した時に、あ、日本にもやっとこういう宅録のこう巨人が出てきたんだ。巨人いやすごかったね、最初のインパクトの特に。身長ちっちゃいですけどね、なんか実際その後ぐらいからだんだん中村くんの後ぐらいから宅録って言葉自体もこうポピュラーになってた気がするんだけどね、まあ、そうですよね。高野さん僕の7年先輩で、さっきも話したんですけど、でまあ、僕の時代になるともうオルタナっていう言葉もいっぱい出てきて、ね、いわゆるなんだろうな、 J-POP 的なものだけじゃないものもやっぱりロックカルチャーとして定着 し始めて、海外でもそういうシーンがいっぱいあって、ベックも出てきたし、ね、そうですね。だからやりやすいっちゃやりやすいっていうか、風にどんどんこの MTP の時に比べたらなってってるなっていうのはレビューした時は思いましたけど、だ逆にそう考えるとやっぱ MTP って92年とかだっけ。そうです、そうです。その頃これを学生がやってたっていうのは相当レアだよねあんまりいなかったと思う。だからもうね、まあ自分たちは面白くて作ってるんですけど、で情熱も注いでるんですけど、分からねえだろうなって、分かんねえだろうなっていうのは思いながら作ってましたね。みんなが分かんないだろうなって。僕の場合はその宅録、当時は多重録音って言ってたけど、のこう手法っていうのはさ、 YMO カルチャーの名残なんですよ、YMO が大好きで、その坂本龍一さんのラジオでデモテープコーナーとかあって、まあ、その当時ね、そういうオタク少年たちがこぞってなんとかカセットで作るっていう、で一回そのこうカルチャーも90年代にこう割とこう立ち消えしていって、もうちょっとバンドブームになって、そうインドアからアウトドア的な感じになって、だからカセットの文化っていうのも多分もう消滅しかかってたと思うんだけど、その時期にカセットでやってたのね、中村くんは。僕はね、意外にこういう、まあ、シンセ、オールインワンシンセとかをこうスタートボタンを押せば全部が鳴るように打ち込んでおいてっていう感じでしたね。サンプラーとかも売って、ね、で相方 の佐々木っていうやつが、あの当時あのそのコンパクトなダットを持ってて、へえ、お金持ちだね、はい、それをもう借りパクしてそれでこうポン出ししてはそれに差し込んでこう入れて、歌もそこで歌っちゃってみたいな感じでしたね。あ、これね、あ、これです。
佐々木くんね、もう残念な男で、もういつもこう顔が映んないだとかなんかもう何にもやんないですよこいつは、もうとりあえずでもたまにいるよね、そういうバンドにね、そういう存在の人。そう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 です。あの、なんだろう、米米クラブのジェームス・オノダさんそういう感じ。そうですそうです、ピエール滝さんとか、まあ、ピエール滝的なね、はい、そうな、趣味でもまあ早かった、ね、早すぎたんですでもまあ本当自分たちやってて楽しいっていう思いだけでやってたんで、中村くんがもし学校とかでさ学年近かったらなんか一緒にやってたかもしれないよね。ねえ、そうですね、やりたかったですね。まあまあプロになってから一緒にやれたんですけど、プロになってやるのとさ、こう学生の時にこう有り余る時間を使ってやるのと全然感覚が違うもんね。はい、商業的な部分も入ってきちゃいますからね、締め切りとかね、ノルマとか。締め切りがないっていうのはやっぱすごいことです。すごいことですよね、どこまでもいけちゃいますもんね。締め切りがないのに作ろうっていうのがアマチュアだからね。それやっぱり すごいエネルギーだよね。そうですね、だから僕も MTP これやってた時にデビューできなくて、やっぱりどこが完成かっていうのがやっぱ決めるのは難しかったですね。田村さんどうですか、そのアマチュアの時に。ね、もうカセットってさ物理的な限界があるからさ、まあ、そうですね、その際限なく やりたいし、 これあそこはこうしたいなって思うんだけど、やっぱりやり直しもできないかったり、あんまり繰り返し再生するとどんどん音が悪くなっていくから、この辺でっていうのは、まあ、そのなんていうかな、制約の中で自動的にもう、はい、ここまでって決めるしかなかったね。だから今の子たちと僕らの決定的な違いっていうのは、やり直しができないってことなんですよね。なるほど、やっぱりアンドゥができない、いやでも中村君もハードディスクの MTR だったから、アンドゥもっと、まあそうアンドゥも知っているっていう、なんかそのまあ一応はざかい、そうですね、アンドゥでも編集はしないもんね。編集 しましたよ、コピペとかした、はい、中で。あ、できるんだあれ。もうバババババババって巻き戻したりとかしてポイント決めてそれをループしたりとか、あ、そういう手作業的なね。でも耳を使うからね、はい、耳です、もう全部耳が頼りで、はい、だからあれですよ、プロになって出した例えばワンツースリーっていう曲のドラムのループとかもそのずっと使ってたハードディスクレコーダーで作ってますからね。ね、今だともうそれをこう目で揃えちゃうからね、視覚的にね波形を見て、こうリズムがずれてるなと思ったらこうちょっと合わせたりとかね、そうなんですよね、音程さえもそうやってね、合わせちゃうから、だから全然僕らの頃とは音楽の捉え方も違うんだろうな今の子とは、違って思いますよねやっぱ。まああの僕の知り合いのエンジニアの人で、あの割とインディーズ系のバンドもやってるっていう人がいて、プロもあのいろんなバンドを撮ってるんだけど、最近のね、もうでもそれも 2,3 年前の話かな、なんかインディーズのバンドの子が録音しに来て、結構バラバラなんだってドラムベースも。で、大丈夫かなと思いながら録音したら、OK ですって言って勝手に向こうで OK を出して、あ、すいません、じゃあこれリズム揃えといてくださいって言って出てっちゃったっていう、まあ、そういう時代みたいですよ ね時間もないしとか。そうだね、でも時間ないんだったら練習しといた方がいい気がする。まあまあそうですよね、そうだからもう練習どうなんだろうな、ね、音を直せるっていうのがもうデフォルトでみんな分かってるから、そうなんですよ、ね、そこを突き詰めない人もいるっていう、まあ、逆にさ、なんかこう動画系でさ、すっごい演奏いっぱいあるよね、ありますね、あれもあれはなんかもうなんか本当に次元が変わったなっていうかさ、その超絶テクニックで超絶の人が山ほどいるもんね、だから2曲っていうか、なんかそうなってきてるんでしょうね、もうその、フィジカルなところでも弾くっていうのと、やっぱりそうデザインするっていう方向性と、ね、その真ん中があんまりいないような気がしますよね、ちょっとそこら辺はがもしかしたら、さっき田駒さんもおっしゃってた僕らの居場所なのかなっていうのは思いますよね、
いな深いといえば、そうそうそう、やっぱ See You Again とかもう初期の曲から、なんか高野さんの作品って虹の都ぐらいからなんか世界観、歌詞の世界観がガラッとなんか変わったような気がするんですよね。そうかな、なんかそうかな、仏なんか仏様みたいな感じになってきたっていうか、前もラジオで言わさせてもらったんですけど、あ、うん、まあなんかこう普通のポップスつまんないなと思っていろんな本を読んでたんだよね。でその虹の都へっていうのもその地球空洞説っていう SF があったり、うんうん、そのでその中に地球が 空洞になっていてね、うん、その地球の空洞の中に地底都市シャンバラっていう地底都市があって、うんうん、まあ一説によるとそこチベットの山奥かどっかに入り口があって、うん、そこから UFO が入っていってその中にいるんじゃないかみたいな、うんうんうん、まあなんかこう寓話のようなこういろんな物語があったりするわけですよ、うんうん、だそういうのを実はモチーフにしたりする、ね、うん、まあ、ラブソングの体を一応ラブソング風に書いてるんだけど全然ラブソングじゃないっていう曲が多いですね、あの頃は、ね、あ、なんかやっぱり自分の経験とかイマジネーション、自分の中にあるイマジネーションだけだとこう詩が広がんないなと思い始めていて、でまあ夢日記から詩を書いたりとかもしてたんだけど、うんうんうん、まあ、そういうのとこうちょっと物語みたいなものがくっつき始めた頃なのかな、うん、なんかこうだから死生観を感じるというか、すごく、あ、そのことはね、死生観とかはよく考えてた、うん、そこがすごい自分とも共通するなと思ってて、うん、世界観的に、うん、僕もラブソング書けないし、うんうん、だからそういう意味でもすごいお兄さんだなってずっと思ってたし、うん、どっかで昔太古の昔つながってたのかなとかいろいろ考え、中村君がそのなんか死生観を考えるようになったきっかけみたいなのって何かあるの？うん、小さい頃僕犬に育てられたんですよ。はあ、はい、でずっと本当もう3、4歳ぐらいから犬小屋に住むようになりまして、はあ、そしたら、うん、ある日こう、まあ、もうその時は7、7歳ぐらいになってたのかな、うん、6歳、7歳、まあ、親がいつも喧嘩してる親で、まあ、結局離婚するんですけど、うん、派手な喧嘩をした時にその犬が鎖引きちぎって逃げちゃったんですね。そっから僕はもうすごく、うん、なんで闇の人間になりましてワイルドなエピソードだね、でつい8年前ゴンっていう犬が来て、うん、でまあ、僕が行ったんですよね、ペットショップの前に、うん、そしたら一人だけムスッとしてる犬がいて、おいおいってやっても全然振り向かないで、パーって上 見た時にゴンが遅えよって言われたような気がしたんです。うん、だから親なんですよ、ね、でこのゴンは僕の子供なんだけど親のような、なんかそんなような感覚で、そしたらなんかこうなんだろうな、まあさっき高野さんがおっしゃってたようなエピソードのこととか、なんかいろんなこと、死生観、うん、ガーッと思い出して、走馬灯のようにね、はい、あ、それで、なるほど、はい、で「銃」っていうアルバムを作ったんですけど、うん、僕はね、もともとそんな体が強くなくて、うん、まあ、喘息でずっと喘息、うん、喘息はねなかなかやっぱりメンタルにくるんですよね、うん、しんどいから、それでこう発作がひどくなると点滴打ちに行ったりするんだけど、うんうん、まあ、その薬もきっつくて、うん、こう打ってる間天井を見るとこう天井がぐるぐる回ったりするもんね、うんうん、でまあ、そういうのも経て大学の時にちょっとこう不摂生がたたってひどい発作になったことがあって、うん、本当に死ぬかなと思ったのね、ああ、うん、なんかまあ実際にこうなんていうかな、やっぱりこう気は
際どいとこまで行った感覚があって、はいはい、まあなんか生きてるなっていう、生かされてるなっていう気持ちもあって、そうなんですよ、絶対高野さんはそれを知ってるはずだと思って、うん、もうはあっちの世界一回見たなっていうのがあって、うん、ベステンダンクの歌詞とかも見ていても、うん、ああベステンダンクのことは真っ先に言ってたね、中村君もね、うん、あそうなんですよ、あの明かりも暗闇も同じように見えるんですよ、ね、そうです、だから、うん、あっちの世界って言っても分かりにくいけど、まあ死後の世界なのか、生まれる前の世界なのか、そっち側から見てる視点っていうのが、うん、あ絶対そういう経験高野さんあるだろうなと思って、うんうん、中村君ってさ絵とか描くんだっけ、もう描かないです、だから昔描いてたの、音楽やる前に描いてて、それはその MTP の頃の前ですね、前なんだ、はい、中学生の時 で、 うんで誰が好きだった、シャガールとかだからああいう、うん、もう巨人が空飛んでたりとか、うん、ああいうのが好きで、うん、漫画は、漫画は、藤子さんでしたね、藤子さんなんだ、ね、はい、そっから手塚さん行ってっていう感じでしたね、うん、うん、それでも世代的にはちょっと古風な趣味なんじゃないの、漫画、そうだから下町だからね、あの古本屋が多かったんですよ、なるほど、だからそこで50円ぐらいでもう買い漁って読んでたっていう感じでしたね、うんうん、なんかだからね、ちょっと年下なんだけど割とビートルズも好きだしさ、そういう藤子さん手塚さんみたいな話もできるし、なんか不思議な感覚だったね、そこはね、そうですね、今だともう ネットでいろいろ調べて、若い子でもそういう趣味の人いるけど、うん、なんか中村くんの時代はあんまりいなかった気がする、ないですね、ずれてたよ ね、 だいぶね、イケイケどんどんの時でしたからねみんなあー、うん、バーブル直バーブルだったか、あの時はまだ、うん、だから、ね、キープオンシャウティングの MV 見ます、あ、ミュージックビデオちょっと見てみましょうか、はい、その最初の初期衝動の曲の、ではいきます、Keep on shoutingれるのビデオっぽくて、そうなんです昔は4対3でトラッキングが、多分そこらへん川で撮ってチラチラって映るのが佐々木っていう間柄なんですけど、どうですか、フリッパーズギターとかどうさ、いや好きだったんですけど、うん、やっぱでももうプライマルとか行っちゃってたんで、そうかそうか、まあプライマルだもんねさっきなんですけど、はいはい、このキーポンシャウティングの日本訳の歌詞が出てきたんですよ、おー、ちょっと見せて大丈夫かなこれ、これ当時書いたの、そうです、これ歌歌ってるのはあの英詩で歌ってるんですけど、うん、それの日本物持ちがいいねでも中村くん字変わんないね、ああ、ね、これは最初に日本語で書いて英訳したっていうこと、多分英語で書いてこれ戻してるんだと思うんですよね、うん、懐かしい、あーでもなんかこれはまあ読み上げなくて、読み上げる、一部読み上げる、ね、時間がない、持ってきゃいいよ、もし君が欲しいならっていうでも僕は取り返すよって言ってる僕が取り返したければっていう、ね、すごい、いつか君は自分のブラックホールにはまるだろうっていういやでもなんか中村くんっぽい表現が、だからちょこっとあるね、うん、僕はその育ててもらったそのノンみたいなのの、うん、重荷というかから解放されてなくて、自分の親が離婚 するのより全然悲しかったんですよね、うん、そんでなんかそれをずっと持ち続けてる感じの詩だなとは思いますけどね、
でもやっぱちゃんと、まあ、ただ叫び続けることさっていう、それは君の友にもなりうるしみたいな、君を正しくしてくれるっていう、ポジティブなんだかネガティブなんだか分かんないまあ なんだろうね、こうだから表現ってさ、こうすごくどん底にある状態から上に向かおうとして、こうネガティブから発信してるんだけど、それをベクトルを上に向けることで表現になるっていう。まあそうですね、うん、こうだから、ベートーベンの影響もでかいと思うんですよね。でそのどん底から頂点まで這い上がっていくっていうか、感情を、うん、はい、あの幸宏さんも口癖のように言ってたけどね、幸せな時はあんまり詩が書けないんだよって。ああ、うん、書けないっすね、うん、満たされちゃってっからなんでしょうね、うんうん、書くあの要因がないっていうか、そうだ、ね、原因がない、動機が湧かないよね、なんかね、うん、やっぱり自分自身もどっか救われたくて書いてるようなところはあるからね、うん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 、そうですね、窮道、うん、というかなんていうか、うん、いやスタジオの機材とかみんな見たかった、まあ、そうですね、せっかくスタジオにいるんで、うん、あ、腰痛もう年だな。これが SY99 って言って、はいはい、そのコンテスト嵐で商品券を貯めまくって高校ぐらいかなの時に買ったあのシンセで、このさっきのザ・ MTPの音源とかはほぼこれで撮ってますね、うんうん、これとサンプラーって言って声を録音してボタン押せば何回も鳴るとか、うん、そういうので撮ってましたね、うん、普通はなんかこう高校生だとバイトしてローンでね、36回ローンで買ったみたいなエピソードが普通だけどそうだコンテスト嵐の賞金で買ったってバウンティーハンターみたいなことやったんですよねそのうち俺捕まんじゃねえかみたいな感じですごいわ撮ってましたね。 これがちょっと圧巻ですよね。あ、そうなんですよ、ね、この上にあるねヤマハのイオスっていうのがこれ、まあ、小室さんのね、そうです、 CM で有名だったんですよね、はい、当時ね。そうなんです。それがなんとこんだけ何台あるの、1,2,3,4,5,6,7 ですね。そう、1曲半ぐらいしか入んないんですよ。容量が。そう、打ち込みの曲。なるほどね。だからまあ1曲1曲1曲みたいな感じで。いやいや、まあそこまではいいとして、それをいまだに使ってるっていうのがやっぱりすごい。やっぱこれ使うのがやっぱめっちゃ早いんですよ。僕もう本当に。あ、もう朝倉大輔さんには負けるかもしれないですけど朝倉さんもね、手が覚えてたって書いてた。あ、でもまさにこれのコンテストみたいなのあって、でどこかな、なんかでっかい会場に行くまでに残って、うんうん、でまさに朝倉さんと小室さんが挨拶してくれてみたいな感じで、才能あるねって言われてありがとうございます。マスクしながらありがとうございます。奥もぜひ。ああ、奥ね、ここ行ったことがないな。すごいキーボードいっぱいあるね。そうなんですよ。太郎さん、キーボードとはどうなんですか？僕はキーボードは苦手ですね、未だに。あ、うん、これはうちに同じのがあるな。そうですね、うん、まあ、よくスタジオなんかにあるやつ、ね、あるやつ、うん、あ、これダットとかね、これ懐かしいですね。動く？動きますよ、一応これ多分、うん、あとラジコンですね。ラジコンあるね、結構。あ、これが昨日言ってたホットショットですね。ホットショット河原で。そうですね、これね、もう小学校の時買ってもらえなかったから、もう大人買いで買ったんですよね。すごい。あともうちょっとね、ぜひね、見てもらいたいものが一回ちょっと、うん、ブースの方に。はいはい。今制作中なんですね。そうなんですよ。録音してるから、ちょっとマイクスタンド動画がもうセッティング済みなんで、うん、動かせないんですけど。これですね、高野さんにいただいた。あ、これね、はい、足組みオルガン。おお、まだちゃんと鳴りますよ。
これは同じやつが清志郎さんのスタジオにあって、でなんかこの製造中止になるって聞いて、足踏みオルガンが、で清志郎さん買ってたのね、はいはい、で思わず買っちゃったんですけど僕は。あじゃあ全然使わないから清志郎さんどうするなんだフェアライト CMI って言ってたもう貼られた状態で高野さんがいただいたんですよ、ねね、でこのギター、このギターですね、これがね、もう音は死んでるんですけど見えるかな、これね、大滝英一さん以外のハッピーエンドの、方々のサインと、あと高野さんのサインが入ってるという、これはあの松本隆さんのトリビュートの時に、そうです、風待ちミーティングっていうのを出させていただいて、うん、高野さんとも一緒に歌わさせて、ね、もらったんですよ ね、 ね、風を集めてと、うん、明日天気になる、そう名曲ですよね。いまだにそのハッピーエンドって動画が存在しないから、うんうんうん、風を集めてで検索すると、あの僕と中村くんのやつが割と上に出てくる、出てくるんですよねYouTube とかだもん、うんうん、たまに見て、ああ懐かしいなと思うんですけど、うん、そしてなんとこのギターが、はい、本当は佐々木のものなんですよ僕は相方のそこに行くだか価値をつけてやろうと思って本当大巨匠たちにサインをもらって、そうなんです、当時もこれ5000円ぐらいのなのかな、1万円しなかったんじゃないかな、だからもうこれもう今もうものすごいですよ多分値段はこっちの方がすごいですよまあ僕の宝物になってるんですけどね返さないからな佐々木というと高野さんにお世話になりっぱなしという、あ、ね、なんかあのティンパンのアルバムでも一緒にコーラスやったもんね。そうですね、細野さんの自宅のスタジオに行かさせてもらって、うんうんうん、グローブスっていう曲で、うん、あの行ったらもうずっとスタジオの中入って、挨拶もなくずっと細野さんがピアノ弾いてて、いつ出てくんだろうなと思って20分ぐらい待った記憶ありましたけどね、うん、あるね。細野さんのスタジオはずっと基本は変わらないんで、なんかあのスピーカーの位置がこの間行ったら反対側になってたけど、ああそうなんですか、まあ基本前の雰囲気のままずっと保たれてて。ここは何年目ですか。ここも何年だろう、10年はいかないけど、まあもう結構経ってますね。うん、細野さんとかだから25年ぐらいそれこそあのままなんじゃないかな。あ、うん、いい雰囲気ですよね、すごく。うん、いやー、いろんなところでお世話になったな。だって初ライブも高野さんと一緒にやらせてもらいましたもん ね、 ね、この前あのツイッターにその時の動画を上げてる人がいて、うん、さっき見せてもらって、うん、ここにいる、ここにいるね、うん、でもここにいるは僕はすごい好きな曲で、ありがとうございます、うん、もう歌っていただいたりとかして、うん、でね、あれに影響されてるんじゃないかなって思う曲が2曲あって、え、何ですか何ですか、僕のあの暮れていく空っていう曲と、うん、確かな光っていうの、確かな光、うん、多分その2曲はあの曲の影響下にあるよ、はあ、うん、あのただの平平凡凡な生活に潜む敵っていう、うんうん、その概念、うんうんうん、その感覚はその確かな光にすごく、うんうん、通じてるんじゃないかな、あの、うん、日常って手強いなっていう、はい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 、うん、そういう曲なんですよ基本は。 あとはそのここにいるはさ、こういうリズムじゃない、うん、で、暮れていく空っていうのは、あ、確かにっていう、確かになんか、まあ詩の内容とかもちょっと被るんだけど、そういう、やっぱそこに光って持ってくるのが兄弟だなって思いますよね、うん、なんかそういうなんかね、結局、うん、まあ、こういう時代っていうのもあるのかもしれないけど、光を見てるのかなって思う時があって、なんか暗いからね世の中がね、うん、そうなんですよ世の中暗いね、うんうん、で
なんか動画で、高野さんが河原みたいなところでなんか、うん、フェスなのかな、なんかそうイベントだなのかな、あ玉川のやつだった、はい、うん、そこでベステンダンクからの確かな光歌ってて、はいはい、歌うのってもう泣きそうになっちゃってね、もう、うん、あれね、なんかどうってことないイベントだったんだけど、なんかあの動画だけすごいずっと残ってんだよね、うん、すごい名演ですよ、素晴らしいなと思って、川っていうのがまた僕にとってのその江戸川みたいなのにもつながって、うん、あーねー似てるなって思いながら日々思って、だあんまり頻繁には会わないじゃないですか、まあね、そこまで、うんうん、でもなんか気がわかるっていうか、うん、うん、なんか高野さんが生きてる気がわかるっていうか、うん、会ってなくてもっていうのは実も持って生きてるんですよね、うん、もちろんお会いできた方が嬉しいんだけど、うん、なんかそういう僕は関係だと思わさせてもらっちゃってるっていうのはあるんですけど、うんうん、まあやっぱりどっか異端なんだよねきっとこの日本の音楽シーンで、そうですね、うん、その異端のあり方が共通項がいっぱいあるっていうことなんです ね、うん、きっと、うん、高野さんと、なんか、うん、さっき話したなんか、うん、MTP みたいなことやりたかったな若い頃ねえ、最後ちょっと MTP の話をしてしますか、はい、いやあと3日です、そうか、あと3日、うん、みんな急げ急いでくれお願いだ、クラウドファンディングね、そうなんです、うん、もう高品質なものを作らさせてください、本当、でもまあもう達成して、素晴らしい順調な感じで、うん、で結構まあ曲出てきたんですけど、6から8曲収録予定、はあ、ちょっとねアシッドサイケパーカーズっていうまだ当時映像作ってない、うん、曲でミュージックビデオを作っちゃおうと思って、はあ、自分で撮るの、僕は撮らないです、もう、うん、もう結構ですレコーディング中だし、はい、アシッドサイケパーカーズですね、アシッドだ、アシッドなんですよ、もうね行かれちゃってんすよね、本当ブリティッシュだね、そうなんです、もうやっぱねブリティッシュ好きなんですよね、高野さん どっちですか、 US っていうかUK っていうか、僕も UK 寄りが多いかな、やっぱりトッド・ランゲンってアメリカの人だけど UK っぽいじゃない、まあ同オタクですからね、うん、まあ、アメリカンなハードロックっぽい曲とかもあるけど、うん、やっぱりそのアメリカ大陸の人でもこうちょっと憂いのある人っていうかさ、うん、UK っぽい人が好きだったりするし、うん、まあそれか、うん、なんだろう、意外とカナダの人、ニール・ヤングとかジョニー・ミッチェルとかが好きだったりとか、なんかビッチボーイズぐらいかな、アメリカっていう感じで好きな人、あ、うん、あそっか、ビーチボーイズもね途中から憂いが出てきましたもんね、どっぷり憂いだったと、うん、ビートルズとね、そうですそうですね、共振して、はい、うん、ちょっとねそういうサイケ UK サイケみたいな映像にしたいなと思ってて、うん、そこでようやく今まで謎のベールに包まれているその僕の相方の佐々木が登場するんですよ、あ、はい、現在の佐々木、現在の佐々木がもうすごい、2児のパパの、壮大なプロジェクトですね、そうなんですよね、30年以上の時を経て、そうなんですよ30年早かった音をやろうと100名の方にねギストラとして参加していただくんですけど、もし今まででもうずっと、まあ来てくださるゲストの方に出てください出てくださいって言って快諾いただいてるんですけど、4月23日ですよね、4月23日高野さんはその日でスケジュールが入ってます、ダメかごめん最終回にしてダメかで高野さんの
分も頑張るように佐々木にやっぱりこれは託すしかないっていうことで、立派なミュージックビデオ作っときます作ったら送りますというわけで、クラウドファウンディングの受付は3月20までですね、もういよいよ迫ってます、CD ではだけではなくてね、ザ・ MTP の T シャツもね、もうデザインも決まったりとかしてるんで、さまざまなプランを、ね、本当用意してるんで、楽しみにしていてください。最終回です。寂しい。いやでも短時間にいろいろね、時代も振り返り、そうですね、心の中も振り返り、うん、頭の中も姿勢感にも触れ、そうですね、楽器もラジコンも見て詰め込みましたね。さすが最終回詰め込みましたね。これは濃いトークだったな。いや今までね、やっぱりこうなんていうのかな、お笑いトークというか、ガハハトークも、が多かったんで、今日はもう本当最終回ということで、こうがっつりね、こう真面目なトークができたなと思って、いろんな色を各ゲストさんで、出すことができたなと思って、最終回が寂しいなっていうのがありますね。また、ね、機会があったらぜひいろんな、高野さんにもまたね、ゲストに来てもらえるような、番組やりたいと思っております。はい、というわけで、高野さん今後のご予定とかは。今年はアルバム出したいなと思っていて、ソロ今制作中なんですけど、はい、あとナタリーワイズっていうね、昔やってたバンドが去年から復活したんで、はいはいはい、まあ、そっちも今曲作りやってて、同時進行で。同時進行ですね。でもコロナ禍ですもんね、コロナ禍だから作ってるっていうのは、ね、落ち着いたらツアーもやりたいんですけどね、なかなかまだ落ち着かないね。また東洋館の方にも、来てください。ぜひぜひ、ぜひ、もう別に何回来ていただいてもいいんでそういうシステムね。はいはいはい、楽しかったな。なかなか話すようでこんな濃く話したことはなかったんでね。なんかこう雑誌とかラジオとかだとできない話もいっぱいできたから、ね、そうですね、ならではの、配信ならではの、すごく楽しかったです。というわけで今夜は、最終回、高野宏さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。バイバイみんな。